はい、ラーメン大好きガーソーさん、ガーソーです。そしてはい、勝村です。そして小前はハゲ大将です。倉田さんでしょ。いや、もうインスタライブとかこれで言ってるもんですね。あ、確かにインスタの方が小前ハゲ大将になってますよ。名前もそうなんです。名前が、はい、いやでもね、あんまりハゲハゲ言われると、僕もハゲって言わなきゃいけないかなって気になってくるんで。いや、大丈夫、産毛がまだ。いや、産毛っていうか、もうとにかくそんな話はさておきまして、はい、今ちょっと場所を変えてですね、前編ということで、勝村チャンネルの方で、はい、前編の方では、はい、駒屋さんの方を取材をさせていただいてて、まあ、その中で新しい筐体のお店ということで、はい、まあ、まず勝村さんのチャンネルの方で新しい店を今度予定してるんだというところで終わってたんですけれども、はい、私のチャンネルの方ではじゃあどんなお店かというのを今回ちょっとぜひ動画でご紹介させていただければなと思って、はい、やってまいりました。ただ残念ながらこのお店全くまだできておりません。そうですね。もう見て、多分この映ってる範囲じゃ全然わかんないと思うんですけど、これ今厨房の中にいるんですよ。物が全然ないからこうやって座って喋れるという。なんか今から本番ですよね。今からこう立ち上げの本番に入る。まさに今だから開店のための準備をされているということで、場所はだから押さえてあるわけなんですね。ですね。で、場所がその箱崎になります。ですね。昔ながらの焼肉屋さんの跡を小前の大将が借りて、で今、はい、店舗の準備をしている。そうですね、はい、はい、これちなみにこう新しい店舗っていうのはその誰でも行けるんですか。いやいやいや、まずスタートから説明するとですね、なるほどなるほど、まずそもそも駒屋さんではありません。何、うん、ですかじゃあ駒屋さんって豚骨ラーメンじゃないですか。はい、前出しにある特殊な炊き方をした昔ながらの豚骨ラーメンじゃないですか。そうですね、はい、はい、ちょっとこう火が小さいというか、はい、はい、弱火です。その駒屋の大将がですよ、他のラーメン屋がやってないような労力を傾けて精魂込めて炊き上げてる他にない豚骨スープの店なわけですよ、はいはい、その駒屋の大将が新しくお店を出すとして、はい、果たしてそれは当たり前の店なんでしょうかってことです。そうですよね、だって新しい店ですよね。そう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 、新しい挑戦なんですよ。新しい挑戦ですか。でもそもそも店として機能させるかどうかもまた難しいところですよね。なるほどですね。というわけで、まず駒屋さんじゃないということで、じゃあ何なんでしょう、裏駒、うん、僕としてはもう今の前出しの駒屋でできないことをするための研究室プラスなんかこうなんとかな、まあ今あるところが表だとしたらやっぱ裏さっきちょっと会話で裏とかそのラボとかそういう会話が出てきたんで裏コマって言いましたけど、うん、まあ、じゃあとりあえず仮に裏コマ、裏コマ、うん、はい、まあ、要は表に豚骨があれば裏でそれ以外のこともやるって、うんうん、はい、もちろん豚骨もやるかもしれないし、うん、でもそれ以外も何でもやるってことですよね、うん、ですですです、はい、やれることは何でもやりたいなと。こっちではですね、じゃあ今予定してるそのメニューっていうのはどんなのを考えてるんですか。はい、今のところ大体10個ぐらいはもう10個、はい、10個構想にはいやあるんですよ、はい、あるけど10個を同時に出すわけじゃないですよ、はいはいはい、例えば今、まあ、一発目に、まあ、形になって一発目にやりたいのは牛骨、牛骨、うん、牛骨、まあ、山口とかで有名な牛骨、牛骨で、まあ、ちょっと甘いやつ、そう、もう甘くしないで出そうと。牛骨を甘くしないで出す、うん、難しくないですか。やってみないとわからない。甘くない牛骨ってどうしても甘くなるんですよ。骨から炊いた出汁そのものがまるでミルクが入ったかのようにちょっと甘くなってしまうっていう、これ欠点でもあり長所でもあるんですね。そのミルク臭さじゃないんだけど牛骨を炊いた時どうしても甘くなる、風味も甘くなるを甘くないようにどうにかしてならんかなと。でも分からんですよ、はい、甘くなるかもしれん、それでいいじゃないっていう。それはそれでいいじゃない。駒屋の大将なりの牛骨ラーメンを出そうっていうことですね。そうです、ただそれだけだと面白くないもんで、うん、佐賀牛のサーロインの薄切りのスライスを炙って乗せるとか。マジか。その代わりそれ言いましたからね。その代わりもらいますよ。そんな500、600円で出せませんからね。そうそう、そんな牛骨ラーメンが出たらそれはもうたまらんですね。マニアしかその不安かもしれんけど、わかります、僕もうたまりませんって言ったんですけど、牛だけにですね。そんなギャグいらない。いや、とにかくですね、じゃあその牛骨10個っていうことはまだまだあるってことですよね。ですです。あとは
僕が本来あんまり好きではないつけ麺にも挑戦してみたいな。まあ、もう我々つけ麺大好きですよ。俺たち2人ともつけ麺大好きですよ。諏訪さんは知っとうかもしれないけど、僕つけ麺嫌いじゃないですか、はい、で、ま、最近は好きに少しずつなってるんですけど、まあ、だってほら食わず嫌いなとこあるじゃないですか。そう実際ね、うん、食べてみたらあこれはこれでってとこある、うん、だんだん慣れてくるからね、うん、つけ麺もね。でだんだん慣れてきた結果ちょっと自分でもやってみたいな。なるほど、うん、なるほど、なるほど。つけ麺に片足入れてみる。そう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 。いやいや、それはでもちょっとわかりますね。でもそれが、うん、まあまあ今言ったのが牛骨とつけ麺でしょ、うん、あとも味噌ラーメンとか、うんうんうん、味噌ラーメンもしたいし、まあ鶏パイタンとかじゃなくて、まあ鶏だけで炊くのもやってみたいしとか、まあいろいろあるわけですよ。で結局今の前出しの店舗ではもう絶対それがもう不可能なんですよ。見てもらったら分かるけど、まあ、設備的にね。そうですね、炊くとスペースがない、うん、ない、うん、たら炊くスペース借りるしかないじゃないですか。あ、まあ、で、ね、借りて研究室としてだけ使うのってもったいないでしょう。まあ、せっかくなら食べてもらいたい。そう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 、うん、まあダメけど、うん、誰にでもじゃないってことですね。です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 。やっぱ今まで駒屋をずっと愛してきてくれてる人たちにやっぱ真っ先に食べてほしいって思う、うん、なるほど。だけど、まあ、こっちも原価があるし応援っていう意味でお金をいただきますよっていうところなんですよね。あと僕もスープ炊きながら正直ここはもう僕の家みたいなもんで運営するんで、うん、例えば中で僕は酒飲みながらスープ炊き寄ろうと誰からも文句言われる筋合いもないと思うし、うん、まあ、だから要するにお店として普通に営業しません。しないしないしない。だから別にお客さんとして普通に入れないってことですね、うん、言えば狛江の常連さんで応援してちゃんとその分お金払うけんすぐ食わしちゃってんっていう人だけ来てねってことですね。そうですそうですそうです、うんうん、その結果が会員制のお店裏駒っていうことな。なるほどですね。でその会員制かつ回数券制なんですね。こちらこれらしいです。これです。駒屋とは書いてあるんですけれども、こちら10枚綴りになっておりまして1枚1000円全部で1万円。これを最初に購入して駒屋の大将からですね購入して、そうせからじゃないとこの店なんと食べることができないという。ちなみにこれ私が先に購入した分ですね。もう早速常連のお客さんにはそういう話が言っていて、あらららまだ店できとらんちゃけどっていう中でとりあえずチケットだけ買うてもらえんやろか家賃のために。なるほどみたいな話を聞いたら、いやそら俺出しますわ。なるほどなるほど、そういうことですね。ということで先に購入してるお客さんがいる。はい、おかげさまで家賃が払いました。なるほどですね。そういうことなんですね。いやこれ結構駒屋さんに限った話では実際ないと思うんですけど、その応援したいラーメン屋さんってやっぱあるわけじゃないですか、うん、でその中でも駒屋さんは何が僕はいいと思ってるかっていうと、やっぱりその、まあ、ストーリーじゃないんだけど、うん、駒屋の大将ってそもそも飲食旗じゃなかった、うん、で飲食始めてそこからラーメン屋さんになって、うん、でそれも自分が前から好きやった古の豚骨ラーメンをなんとか復活させようって、うん、試行錯誤の末復活させた、うん、自分が食べたいラーメンを作った、でそれを人に食べてもらって喜んでもらって嬉しいっていうだけじゃなくて、うん、それからさらにいろんなラーメンにも挑戦していこうって、うん、こういう場をね作って、それはちょっと応援したくもなりますよ。ありがとうございます。ああそうですね、はい、これは前半で話してますのでぜひ前半見てください。よろしくお願いします。チャンネルアピールがすごい。よろしくお願いします。前半で駒屋いろいろ語ってますのでぜひよろしくお願いします。確かに駒屋の話題はあっちでしか語ってない。こっちは箱崎のお店のことなんで。はい、よろしくお願いします。まあ、とにかくそういうわけでこちらのお店まだまだいつ稼働するのかっていうのも決まってないんですけれども、うん、まあ2月ぐらいになるんですかね。なりそうですね。このペースだとね。うん、で、まあその稼働もし稼働したとしても別にどこにも言わないんですね。まあそうですね。だから1月初旬ぐらいの今話なんで、うん、もうここから店舗作るとしたらおそらく2月ぐらいでしょうけど、うん、それも狛屋に常連として足しげく通ってる方にしかこの話いかないんで、うん、すいませんわざわざ動画にしといてなんですけれども、うん、おそらくこのラーメンを食べれる方は数少ないと思います、うん、なるほど、という動画をどっちのパートで撮るかって話し合った時に、うん、勝村さん迷うことなく前半の狛屋パートに行きましたね。やっぱりそちらの皆さん
来られると思うから僕のチャンネル見てきたっていうのがちょっとでも増えたらこう全部美味しいから、再生数取りたいだけでしょ美味しいから全部そっちの方がですね、まあ、私はあの最初からあのマニアとしてあのちょっとこういうこんラーメン屋さんの大将をフューチャーしてご紹介したいっていうのがそもそもあるんでですね、だからあのこれはあの別に皆さんが食べれないラーメンの話をしてるんじゃなくて、駒屋さんっていうラーメン屋さんがこういうことを目指していて、そしてあの福岡のラーメン界にもこれから一生懸命いろんないい影響を与えていきたいと頑張っているっていう男の姿を見てほしいっていう動画なんですね。そう思ってもらえるとありがたいですね、だからすいません、再生回数はもちろん伸びないかもしれませんけれども一人でも見ていただいてこういう頑張ってる男がいるんだって思ってもらえたらいいなと。でも皆さんもしかしたらあのガーソーさんに言ったらですね、さっきの件あの1枚500円で売ってくれるかもしれない。いや売らないよ損じゃん俺いやちゃんと名前変えてもらってますよね。そうなんです、これ名前入りでわざわざ販売なんで、本人と本人しか使えません、本人と同伴者様しかダメなんです。あら、じゃあ皆さんまずちょっと髪の毛を剃りましょう。いや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 、剃らんでもよくない、あ、ちょっと抜かない感じもしれないけど自由ですね、本当ガーソーさんのチャンネルでは自由に喋らせてもらってます、まあ、でもあのそんな、まあ、駒屋の大将ですが、まあ、去年ね、あ、去年一昨年ですかね、うん、あの令和維新会の主催をされて、はい、まあ、残念ながらそのほら去年はコロナの影響で、そうなんですよね、悔しいですね、ね、うん、あの各店ちょっと連携取りづらい、イベント打ちにくい、うん、それぞれがちょっと頑張ってちょこちょことやっていくしかないっていう中で去年終わってしまってたけど、うん、はい、まあ、そもそもその前年、そのさらに前の年に結成してですよ、はい、あのまあ、各店のポイント共通のポイントカードをやってみたり、うんうん、まあ、あのフォトコンテストやってみたり、はい、いろんなイベントをやったじゃないですか、はい、であのその中で各店でその情報交換をして、うん、その各店のレベルも上がって意識も上がって、そうですね、まあ、そこでそのコロナだったから本当に残念ですけど、うん、まあ、でもあのまだあのこの時点でちょっとほら東京の方の感染も増えてるから今後どうなるかわからないけど、あのそれでもあの今年ですね、あのそんな環境の中でも各店頑張ってちょっと今言ったように福岡のラーメン業界をちょっと駒屋大将と一緒に盛り上げていこうって皆さん思われてると思うんですよね、はいはい、まあ、そこの人たちと一緒にやっぱ大将も頑張っていこうと、はい、もちろんもちろん思ってるわけ、なんならもう僕はもう先陣切ってやっぱ行かないかんと思うと思うんで、まあまあ会長ですからね、一応会長ってだから発起人ってことっすよね。そうですね、で会長誰かにしてもらってもよかったんですけど、うん、やっぱやりたがらないでしょ、めんどくさいなんか多いし、まあ腰でもあるしね、やること増えるしね、結構そういう意味では貧乏くじ引いてますよね、いや面白いからいいんですよ。あ、そうですか、うん、面白いからいいんですだってあの僕結構見聞きしてるけど、自分の店に来たお客さんに、うん、自分とこのラーメンいいから、うん、よその店行っちゃってんって、いいよっすよね。だって7席しかないんやもんいやそうやけど、そうやけどいや普通だからまず自分じゃないですか、普通はね、うん、でも割とこう倉田さんってまず人が来てる気がするんですよ。はい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 、うん、なんか僕はなんか昔からそういうところがあって、そのなんかな、自分が結局そのみんなにこうしてもらったことは何かしらの形でやっぱ恩返しというかですね、やっぱするからこそさらにまたこう向こうからの恩返しももらうって言ってどん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 こう、うん、お互いこう大きくこうなっていって上に上っていくもんだと思ってるもんで、うんうん、なので僕はあの僕のことを良くしてくれた人に対しては僕は倍でよく返す、うん、そこにまた倍で返してくれる、でずっとしていくにつれて大きくなっていく、それが集合体であればいずれラーメン界ひっくり返せるぐらいのなんかこう物事が言えるようになれればなと思うわけですよ。そうですね、うん、いやでもね、あの駒屋のそのいいところっていうとまああれなんですけど、あのほら師匠がいないでしょそうなんで独学だから、はい、だからあのそれだけにほら気を使わんで、うん、あの結構ねラーメン屋さんの世界も人間関係が微妙だって、うん、どの人間関係もそうだけど、うんうん、なんかどこに勤めててそことライバルでとか、うんうん、そこ独立してとか、あのここに師匠がいるからとか、こう、うんうん、いろいろな関係が実際はあって、はいはい、でも何もないですよね、はい、独立してて、その自分が自分だけでやってたから、はい、だからそれでその令和維新館も作れたと思うし、うん、まあ、だからあの大将と一緒にならいろいろなことやれそうって思う人が多いのも多分そういうところだと思うんですよね、うんうん、
だからあの恋愛深海だけじゃなくて、ほらあの大正会って言って飲み会もラーメン屋さん集めてされてたりして、はいはいはい、うん、去年1回しかできなかったですね。去年はね、あのもう規模も縮小してですね、うん、ちょっと、うん、そのでもその前はもう20店ぐらい集めたりしてましたよね。そう、あの製麺屋さんとかも入れたらやっぱ 20、あの時4名ぐらいでわーっといろいろこう意見交換できたっすよね。なまあ、うん、僕もこそっと紛れてたんですけど、ね、うん、ああそうなんですね。でもそういう時あんまり喋んないですよ。ああ本当ですか。うん、俺あの料理が目の前にあったら飯のことしか考えないタイプなんで。あ、そうですもんね。だって本業フードファイターですよ。いや違います、違います。本業は不動産屋です。はい、え、そうなんですか。いやそうっすよ。え、いや、家じゃなくて。あ、だから不動産の話を持ってきてみたりするわけですよ。いや、それ本業。てっきりなんか飯食べるのがお仕事かと。飯食べるのが仕事なわけないやん。それはあの好きでやってること。あ、好きでやってるんですね。うん、なるほどですね。てっきりあんだけ食べるとお金もらってるのかと思ってました。いや、お金払ってる。完全に自腹なんですけど、いや、それだけにあのご飯あったら、もうご飯に集中してしまって、食べ終わった頃に話を聞くことになるんだけど、俺食べる時間が長いんで、だいたい終わる頃には、食べ終わった頃にはみんなお話終わってる。うん、ああ、1キロ2キロぐらい食べるからですね。やっぱりそこまでいかんけど。まあでもあのそういう対象会はね、あのいずれコロナが収まったらぜひまたね、やりたいですね。やりたいですね。なんかああいう交流会ってやっぱりあのラーメン屋さん同士でですね、やっぱりあの派閥じゃないけど、うん、あのまた遠慮もあるんですよ。意外とね、ラーメン屋さん同士で、いや、その顔も知らんのにいきなり仲良くなれるかって言ったら、なかなかならなくないですか。どの業界でもこれはそうだと思うんですけど、あの同じ業界におるからといって、同じ業界だからこそライバルなわけじゃないですか、はい、本来ならば、はい、だから、あのじゃあ例えばいきなりあのラーメン屋さんに行って名刺出して、うん、同じ商売しとけ、仲良くして、うん、言われた方は なんなんこの人って普通なると思います。なるほど。そうですかね。うん、いやだから大将やるでしょ。僕やります。行って名刺出すでしょ。仲良くしてとは言いません。仲良くしてとは言わんにしてもよ。はい、あのでも来ました、そうやってちゃんと挨拶して、はい、だってもしね、僕が行くじゃないですか、うん、で僕のこともし相手先のラーメン屋さんが知っとったら、こいつこっそり食い来たって後から思われるの嫌やもん。あ、だから堂々としときたいってことね、うんうんうん、食べきましたって。でも勉強しに来ましたっていう気持ちもないし、あのみんなしないんですよ。食べには行ったとしてもそんなちゃんと挨拶する人って意外と少ないし、うん、あのそれはね、別にこそっと食べようと思って行ってるわけじゃなくて、うん、なんか遠慮があるんですよ。営業中で忙しいやろうしなとか、うん、なんか変に誤解されても嫌だなとか、うん、いろいろ考えちゃうんですよ、うん、でも意外と考えないでしょ。こそっと食べるからあの変に考えられる可能性の方が増えるのか、まあそれはね、いろんな考え方があるんでしょう。あれですけど、まあ、でもあの大将のそういう考え方はまあ割とそのスパッとしてて僕はいいなと思っていて、うん、まあ、だからこそそうやっていろんな、それこそ令和維新会の今の加盟の人たちでみんなナンパした人たちですよ、はい、そうです食べに行ってあの食べこさせてもらいました、僕も実は同業ですって言って名刺を渡して、ああどうもどうも、じゃあ今度飲んでみましょうかっていうところからです。だから最初は飲み会で盛り上がって令和維新会なんですよ。はい、うん、はあ、そんな感じのスタートやったんですね。そんな感じのスタートですか。へー、旅に行ってこう名刺交換しよう。いや俺だってあの令和維新会立ち上がる前の飲み会に俺も行ってたんですよ。へー、まさかそうなるとはみたいな、うん、へー、なるほどですね。はあ、すごいですね。でもなんかその大正会とかそのなんか令和維新会の飲み会ね、あのコロナ収まってやった時行ってみたいですよね。あのぜひ来てください。ぜひ、うん、行ってみて、その曽我さんが何キロ食べてるかちょっと見てみたい。いや、俺よりも見るべき人いっぱいいるから、そういう場合は。しかも今僕うっすらあの本名で言っちゃったんですけど、ガーソーさんですからね。今うっすら言っちゃっても、ちょっと多分編集しない。あの毎回俺のこと本名呼びしてるからね、はい、僕のチャンネル毎回あのね、もう本当あの本名で呼んじゃってますけど、あの、うん、ガーソーさんですから、ね、いや、あ、まあ別にいいんだけど、別にそう隠してるつもりはないんだけど、単にまあね、あだ名がそうだっちゅうので言ってるだけなんで、うん、隠してるつもりじゃないから別にいいんだけれども、そうですね、普段付き合いが強いからですね、うん、そうですね、いや、いいですね。そう、なんかそういうこういろんなお店の方が来るのね、やっぱり行ってみたいですね。 やっぱりね、あのそういう交流ってすごい大事ですよね、うん、あの大事、そしてそうやって輪を広げていくことで何かできるんじゃないかっていうのもあるし、はい、あの、ま、
ね、今のコロナ禍の中で一人でもしこうやられてる一生懸命やられてる方とかは相談する人がいないっていうのは多分ものすごくきついんじゃないかなと思うの で僕たちは今日どうやって売り上げとか聞ける仲間がいっぱいおるのはやっぱ心すごいですよ。そうですね。だから電話とかね、あの LINE とかね、あの、うん、それでちょっとお互い頑張ろうぜって言えるだけでもね、違うもんね。なるほど。いや、そうっすね。やっぱりいいっすよね、そういう仲間っていうのはですね。まあ、だからその仲間作りをすごいなんかやってらっしゃるなっていうのまずイメージもあるし、それでご自分自身があのやっぱこういずれね、福岡のラーメン業界を、うん、良くしたい、うん、盛り上げたいって思ってあるから、うん、それもあってね、あのラーメンももちろん好きなんだけど、そうやって大将と会って話したくてつい行っちゃうとこもあるんですよ。なるほどですね。だから結構ね、うん、そういう前向きな意見を聞いたら元気もらえるじゃないですか。そうですよね。やっぱり今時代が時代ですからね、やっぱそういうこう前向きな意見いう方のところに行きたいっていう気持ちやっぱありますもんね。で、まあ令和維新会は、全部で6店舗全部で6店舗ですね。そうです、はい。駒屋さん、はい、副会長店、麺屋道、あ、麺屋道さん、宗方のですね、はい、と、あと六味亭、六味亭、締め町の、はいはい、会計してもらってます、会計担当、はい、と、あと中村郎さんですね、中川の、はい、そして、渡辺通りの大空さん、うん、大空担々麺の、はいはい、かな5店舗、あとあそこじゃないですか、で、駒屋さんの6店舗、6店舗なんですね、うん、なるほど現状、あの、いや、それ前に加入してた人だし、絶好調が入ってない、あ、そうや、ごめんなさい、絶好調さんは忘れた、筑紫野のあれは大光さんは、あの、自分とこのローカルでやって頑張りたいっていうことで外れられたんで、なるほど、あの、結構ね、令和維新会最初、だから、すみません、最大の時は8かな、あの、箱崎の絶好調さん、さっき言い忘れちゃってすみません、絶好調さん入れて、7店舗になるってことよね、駒屋さん入れて7か、うん、7ってことよね、で、それ以外の前に、太閤ら筑紫野の太閤ラーメンさんと、うん、あと麺屋二極さんと、で、あと二平さんがあって、で、二平さんと二極さんは、ちょっと自分たちのことだけじゃないと手一杯だと、あの、どうしてもあのみんなでイベントやろうとすると、うん、それぞれのこともやんなきゃいけないからっていうことで、やっぱりそれは時間も取るってことね、大変なポジションやったからですね、そうそうそう、最初広報とかやろうとして特に二平さんとか大変だったね、きつかったと思う、でもよくやっぱやってくれたんですよね、なるほどなるほど、だからまあそれはじゃあ、あの、まあ別に外れても仲良くはできるからってことで、だから飲み会とかは変わらず来てねってことでやってるんだけど、だから今逆に言うと令和維新会はあのガチで頑張ろうぜっていう税しか今残ってない状態、うん、いわゆるガチ税ってやつですね、ガチ税ですねなるほど、ちょガチで自分たちも盛り上がって結果福岡のラーメン業界盛り上がろうぜみたいな、そうなんですよ、はまあ、その中で言うたらでも中村さんが一番、いや、すごいでしょ、テレビとかテレビバリバリ出とうけんね、論文の厚さんとか、そうそう、ね、なんか世界一うまいラーメンって言うよったけ、いや、僕いずれあの中村部の味玉を超える味玉を作りたいなってちょっとうっすら思ってるんですけど、まあ、いやいやいや、ね、あの言うのはただですからね、まあまあそう、ね、いや、それぐらい中村部の味玉うまいんですよ、そうね、でもちなみに中村部の味玉、これもう相当回数通ってますけど毎回今日作ってないですないタイミングでないときね、 いつ作るんっていつも言えない昨日はあったんですけど、確かにそう考えたら今挙げられてる店舗ってあのマークありますね、うん、あの令和維新会っていうののマークですね、はいはい、あります、加盟店ということで、はいはい、令和維新会のマークをで各店共通のスタンプカードを作ってるんで、はいはいはい、それがたまればたまるほど、まあ、替え玉であったりサイドメニューであったりがもらえたり、うん、あるいはあのランクアップ形式なので、なるほど、あのカード その色が変わっていくんですよ、はいはいはい、最終的にブラックだったっけ、一番上がビップカード、あ、ビップカード、うん、にとかになって、まあ、どんどんいいもんが途中の合間でもらえるんですよね、へえ、俺そろそろタオルがもらえるあの駒屋に飾ってあったあのタオルですね、そう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 、あ、ちょっとあれ見せられないんですけど、あのね、あの結構いい感じのやつがあるんですよ、とりあえずそれは画像としてはあのこっちのチャンネルで多分映してると思うんで、あったかな送っとけ載せときます載せといてください載せときます
まあ、とにかくあの令和維新会そうやって盛りそんなこんな中でもちょっと盛り上げたいなと自分思ってますので、うん、まあ、今回はこのお店の、新しいお店、お店と言っていいかは分かりませんけど、うん、どっちかというとこのお店じゃなくて、まあ、こういうことをして自分自身のスキルを上げて、さらにあの通ってくださるお客さんにもあの楽しんでいただいて、そこからこの箱崎の片隅でも福岡のラーメン業界絶対盛り上げたいっていうこういう熱い思いをね聞いて、これを動画にしたいなというのがまず今回と、あとそれを通じて令和維新会のご紹介をちょっとしたかったなということで、今回倉田大将のお時間いただいて、いえ、はい、ありがとうございます。ちょっとお店の場所すら借りて、いえ、いいんですよ、何もまだ出来上がってないので全然大丈夫です。で、一つ言いたかったのがあって、はい、何でしょう。で、僕はですね、今現状でやられてるラーメン屋さん も一緒に盛り上がっていきたいし、うん、今からラーメン屋さんをしたいとかいう人もいると思うんですよ。そうです、例えばうどん屋さんでもいい、うん、で、まあ、うどん屋さんとラーメン屋さんちょっと違うかもしれんけど、例えば何かしら新しい商売で麺、そう、麺系をやられるんやったら、うん、せっかくここがシステム的に使えるんであれば、うん、例えば実際こう、うちの営業時間とか関係ないんで、ここは、うん、なので、まあ、レンタルキッチンとして使ってもらって勉強してもらっても、最近流行るの曲がり店舗ですね。まあ、いや、曲がりってなるとちょっと違 う、 う、曲がりは営業するでしょ、はいはい、だって結局プロの機材で自分がスープ取りたいとか、もう本当に借りレンタル基地、そう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 、ただ掃除して帰ってね、あ、うん、ガス代気持ち置いてってね、そう、ガス代気持ち置いてきてね、それで俺もちょっと食べさせて、あ、それだったらなんか面白いのが、そのなんか今からラーメンを出そうと思っている人たちが、そうなんですよ、例えばここの店舗でその実際に炊いてみて、うん、まあ、試食会じゃないけど、そうです、そうです、そういうのもこうできたりしますよね。なるほどね。で、こう味を見てもらって、お、これだったらいいんじゃないっていうので、うん、それをこうお店で出すっていうのもですですできるので、それは面白いですよね、うん、だからそういう方も募集してます、ね、なるほど、うん、いや、それすごいいい話ですね。実際ですね、家庭用のコンロでスープを例えば炊くって言ったら、火力が違いすぎてどうにもならないんですよ、うん、とにかくそういう意味でこういう業務用のキッチンを使えるっていうのはとてもいいと思いますね。はい、それはもうなんかそれが皆さんのためになったりし、ではいろんなことを考えている人がここで作ったものは僕は特権として食べさせてもらおうと思ってるんで、うん、どんなものができるのかなって面白いんですよね。なるほどね、うん、いや、それもしテストで紹介をして、あ、美味しいなと思った時に、そのオープンした時に我々がまた YouTube でこう宣伝もしやすいですね。だからそのいい関係がね、うん、お互いに気づければなるね、はい、なるほど、これだけはそう言いたかったとありがとうございます。まあ、今日はちょっと今回はそういう動画でなってしまっておりまして、まあ、ちょっといい評価をつけていただけるかどうかちょっと分かりませんけれどもそれでもこの前の倉田大将がこういう人だというのがちょっとでも伝わればいいなと思って撮らせていただいております。まあ、高評価はもう僕の方のこの前だけで大丈夫です。いやいやいや、両方でいいや、そこはあ、でも一緒にさせてもらって、本当一発撮り編集なしの超長い動画なんで、こういうインタビュー動画っていうのはですね、僕は特に編集能力がないので、なのでそのまま流すと思いますけども、僕のは結構こうしますけどね腕があるからね、俺腕ないんで、うん、まあ、とにかく駒屋さんの方これからも僕は応援していきたいと思っておりますので、皆さんもそれがいいと思ってくださったら、チャンネル登録および高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。